はい、それじゃあ早速今日もやっていきましょう。はい、ちょっと昨日何したか忘れちゃったんですけど、まあ大丈夫ですよね。で、確か、あんま覚えてないけど、ゼルダの眉毛が太くて、腹筋がすごくて、後ろから見たらアルミンっていうことだった気がしますね。はい。正直それ以外あんま覚えてないです。遊びすぎて、一日寝たらさ、もう全部記憶吹っ飛びました。はい、それじゃあまあ、ピンの立ってる方向に行きますか。北側に行けばいいって書いてあるから、北側行こう。彼を絶対倒す。うまい。あ、下手ー。 いつも通りやった。くそ、一日寝て起きたらさ、上手くなってねえかなって思ったんだけど、なってるわけがなかったわ。いや、動いてなかったらね、当てられるんですけどね。なんでなんですかね、これ。いや、もうさ、マジで、今何すればいいのか全くわかんないけど、この何するかわかんないっていうのが楽しいよね。神ゲーだわ。マジで。みんな、やろう。みんなやろう、マジで。よいしょ。ああ、かわいそうに。こんなところに来たばかりに、殺されてしまって。うわ、何あれ。マジで何あれ。でも近づいちゃいけない感感じる。うわ、これでいい？なんで？なんで逃げた、お前。先制攻撃。オッケー。おー。ボコブリンの角。いいねー。やべえ。楽しい。多分これ一生探索できるわ。え、綺麗やな。にしても綺麗。てか俺なんで、このさ、地下に降りてきたんだっけ？地下ってか地上に降りてきたのかマジで忘れたんだけど。ああ、これはね、壊せない。いった！なに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 ？なんすか、君。兵士の剣。強そう。なんかお前背負ってんじゃん。いた。は？うわ！なるほどね。身をもらえるんだ。こいつらからは。理解理解。いいね。で、なんだっけ？何の話してた？何の話したっけ？そう、とりあえずどこ行けばいいかわかんないから、まあ、ピンの刺さってる場所に行きます。ね、あいつら絶対やばい。近づいたらダメな匂いしかしない。なにこれ。錆びた槍。なるほど。あ、さっき倒したやつのじゃね？なるほどね。これも錆びた槍もしかして。おー。あれ絶対近づいたらやばいじゃん。俺絶対近づかないよ、あれには。多勢に無勢なんでね。これでさ、こう、強化できる岩欲しい。なんかない。まあ、ポカポカの実はもらって、来た。ちょっと待って。槍につけよ、槍に。おー。ダサいな、なんか。攻撃力はなんぼな。低すぎやろ。プスやろ。あ、そうなんだ。で、なんか向こうに今さっきさ、あれが見えた。祠。祠行こう、祠。なんか、体力増やせるんやろ。何あれ。おー、ボコブリンの群れだ。へえ、人間たちのやつを奪ったのかな。びっくりした。これ。ほい。いいね。やっほー。元気しとったか？まさか。うわ。お前 眉毛太いな。リンク様ですよね。今までどちらに？ゼルダ様とリンク様が調査に出られた後で、
白眼なことになってみんな心配してた。うーん、まあそれ俺らのせいやしな。プルーワ様はほぼ不眠不休で、やばいって。そいつ化け物やな。絶対寝させた方がいい。望遠鏡のある建物。なるほどね。無事な姿。オッケー。これ町ってか村の中からしか入れないよね、多分。ふむ。この足音は。お前足音で人をわかるんか。グッドイブニングな夜じゃ。ヘイユー、どこに行っておった。ロベリー。こんばんは。個性的な見た目やね。今はプルアに行けと。はい。プルアに会いに行けって言われました。はい。なんかよくわからんけど機嫌が悪いらしい。嫌やな。八つ当たりされるって、絶対こんな。何え、何？あ、話さなかの。金色のお土産に青い瞳、プ。プルア先生、びっくりした。笑われてるんかと思ったわ。笑われてるんかと思ったわ。びっくりした。急に金髪と青い目で煽られたんか思った。あれ？こいつ若くね？あんた、今までどこに？おお、メガネ外してくれ？幽霊じゃないわよね。怖いって、その目。なんでリコーダー持ってんの、お前。何その腕。そらそうなるわな。どう見てもやばい。てか、爪切れよ。長すぎや。何があったか。教えてくれるわよね。いやー、それはカクカクしかじかでして。ゼルダ様とあんたは、ハイラル城の調査に行ったのよね。アルミ、そしてアルミ、足元には気をつけろよ。それは目の前で目覚め。どう見てもガノンだろ。ゼルダ様は地の底に消えちゃった。これ消えたっていうかさ、完全に飲み込まれてるよね。たくさん降ってきて大騒ぎだったのはその時だね。え、そんなやばいじゃん。隕石じゃん、ただの。危ないって。ミイラについてた右手が守ってくれたってことか。せや。それから変な奴にプルアパッドを渡されて。いやー、助かる。忘れてたからさ。その右手はラウルって人のものだ。いや、忘れてたからおさらい助かる。マスターソードは消え。ゼルダに募集されたね、マスターソードは。声を聞いてここにたどり着いたと。うん、多分合ってる。わからない、僕には。で、あんた、あんなところから降りてきたってこと。いや、そうだよな。あんな高いところから降りてきたら普通死ぬで。ハイラル王国の初代国王。やば。あいつめっちゃすごいじゃん。あの犬そんなすごいやつやったんか。とりあえず近く深くにいたミイラっていうのがテンピッチに関わってて、城をあんな風にしたりしたと。そいつが関係してるのかもしれないね。どう考えてもあれ絶対ガノンだって。私を探してって言ったんだよね。姫様は生きてる。ハイラル城の地下に行って助けを求めてるのかもしれない。え、嘘でしょ？嫌なんだけど、またあそこ行かないといけないの？いやいやいや、絶対嫌だよ。行きたくない、あんなとこ。おお、すご。かっこいい。だってさ、あんなとこ行ったらまたさ、なんかさ、笑われてさ、なんか私の正気の力で砕けるからどうのこうのみたいな言われて、ボコボコにされるんやろ？行きたくないで、そんな。なあ、お前らどう思う？こんばんは。お、装備言ってんの？お、そうそうそう。ちょ、装備。なるほどね。ああ。まさかの俺、一個も持ってない。一文なしだったわ。文字通り。文字通り一文なしだった。で、さっきから言ってた、あそこの祠行こう。今見えてるやつ、真正面に。
あの祠まで行くわ。ちょ待て。おい、ちょっと待て。お前足速い。リンクが足遅いのか、これ。どっちだ？ちょっと待って。てか、獣道できてる。すご。体力なくなっちゃった。おい、ちょっとお前、この世、いった！ちょい、何？火力高ない？死んじゃうわ。あぶね。木の束をいっぱい投げて攻撃したらいいんやろ。戦いの備えって書いてある。いや、待って。嫌だって、マジでさ。ここは、いにしえの蛇を浄化させ、しむ祠。狙いを定めて素材を投げ当てよ。やばい、何言ってんのか全然意味がわからない。はぁ、あ。R を押して上？なるほどね。だからこうやって、火の、火炎の実か。火炎の実を取って、いった。ふざけんな。こうやって、こうやってから、こう。おお、見事なり。なるほどね。終わり？終わりこれ。簡単すぎじゃない？この祠だけ。うわぁ、なんか報酬もらえる。爆弾花。なるほど。ありがとう。あ、爆弾花って投げることで使える爆弾の花なんだ。理解した。おい、もう寝取られはいいって。ルッテレルルーン。ああ、せやせや、ここ回復するんやったな。ありがとう。じゃあ、白行く？どう考えてもあんなんさ、行っちゃいけない見た目してるよ。うわ、朝になってる。朝ではないけど。